おはようございます FM 技能湾防災防犯番組ライフサポートラジオ時刻は10時を回りましたライフサポートラジオをお送りします FM 技能湾スタッフ田辺幸がお送りしますどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は地域の防災防犯意識の向上を図りいざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です できる限り地域に根ざしたさまざまな情報をお伝えします。この番組では、ご意見、ご感想を受け付けております。防災防犯に関する豆知識。日頃から心がけていることなど、些細な情報でも構いません。メールアドレスは、七九七アットマーク。F. M. ギノワン。ドットコム。数字の七九七アットマーク。 F. M. G. I. N. O. W. A. N. C. O. M.。F. M. ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声を配信しております。F. M. ギノワンのホームページから見ることができます。またサイマル放送リッスンラジオもスタートしています。パソコンでお聞きの方は F. M. ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。 スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオより全国のラジオ局から FM 技能案を選曲しお聞きください完全に同じものをお楽しみいただけますそちらもよろしくお願いいたしますではまずお知らせです、えー、最近本当に自然災害が多くて、えー、今先ほどもね北海道の方 余震でしょうかね地震があったということですけれどもね二次災害あの本当に気をつけていただきたいなと思いますまた台風のねあの大阪とかですねまだ停電復旧してないところとかもあるようでね、いろんなところに影響出ておりますけれどもさて FM 議論案の方ではそれの少し前ですが7月の西日本を中心とした大規模豪雨災害 ありましたけれどもそちらの被害あの復旧のために義援金を受け付けて、えー、そちらを集めて、えー、社,社会福祉協議会を通じて被災地復興に活用してもらおうということで義援金を募集しております。でこちらが今日9月13日ですが15日までと受付がなっております。 えー、では西日本豪雨災害義援金の口座振込の宛先です、えー、沖縄銀行口,口座番号1855259沖縄銀行1855259口座名義は株式会社 FM ノワ湾株式会社 FM ノワ湾 現金の受付9月15日土曜日までとなっております。またあの来局される方はね、F m 岐ロマンの方にも箱を置いておりますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。それでは CM を挟みましてゲストの登場です。 これなくても、どっちでも 終わりまーす fm ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りしておりますそれでは本日はギノワン市消防本部予防課指導係から田中さんに来ていただいておりますおはようございます,います今日はよろしくお願いいたします,ししますえっと。 最近、救急の日だったかなと思うんですけれども、はい、消防署では何かされましたか、はいえー、救急の日のイベントとして、消防では9月8日、えー、土曜日に、はいえー、大山区の宜野湾港由比マルシェ、田黒も一番のところで、えー、救急消防フェアというものを、えー、開きました。ははい、はい、でこののフェアでは、えー、各種消防の 体験はしご車に,に乗ったりだとか、はいはい、そういった体験コーナーと、えー、救急蘇生法の体験コーナー、はい、あとはドクターヘリドクターカーの来場とかがあって、はい、たくさんの方に楽しんでいいたただけたと思いますああの救急蘇生法の一度体験したことあるんですけどやっぱり一回体験しとくっていうのが大事ですよね。ねやらななないとなかなか いいいざととななった時にできないとは思います、うん、あ田中さんは、それを教えたりもされるんですか田中さんは火を消しに行かれることはあるんですかも,おもちろん消防職員だからあるんですけれども、はい、今、メインの業務は、えー、予防関係<ー>、えー、火災の予防のことについて担当してます、はいまき、はい、今日は、ね、火事の予防についてですね、はい、メインで。 教えていただきたいと思います、はいえー、火事やっぱ怖いですよね火を消しに行かれた時どんな感じですかやっぱり暑いですね<い>すごく暑いです、はいはい、とやっぱりひるんでしまいますねあの大きい火を見るとですよねちょっと焼肉で火が大きくなっただけでもビビりますもんねそう <laughs> <laughs> ってなりますからね <laughs> <laughs> あぎあの最近ギノワはどんな感じですか火事あんまり うう聞かないんですけどそうですね、件数はやはりあの雨の多い時期、湿気の多い時期なんで、はいはい、件数自体は落ち着いてるんですけれども、8月に1件、とても大ききな火事が<ー>、えー、起きました、はい、やっぱりこういう時期でも安心はできないです、ね、そうですね、やっぱり通年として警戒はしてほしいですね、火災には。で、また時期的にも冬が多いんですかね、これから。はい 今からの時期、うん、空気乾燥してきますし、はい、火を使う機会も増えてくると思うので、火災の件数は、えー、ちょっと増えてきちゃうかなっていう予想はしていじゃあ、えー、と今日は何かキャンペーンがあるということで、はい、防火に関するキャンペーンをちょっとアピールしていただきたいと思います、はいえー、今日は、えー、現在実施中の、はいえー、住宅防火防災キャンペーンというものの PR に、えー、したいなと思ってまいりました。はい、はい これはどん敬老の日を含む9月1日から9月21日の間を実施期間としています、えー、高齢者の火災死者数低減を目的としているキャンンペーンですー火災の時に亡くなられる方やっぱ高齢者が多いそうですね住宅火災の、えー、死者のうちに、その約7割が65歳以上の高齢者っていう<ー>統計が出ています。は じゃあひ敬老の、ね、日今年十七日でしたかね。そうですね。敬老の日十七日になります。はい、この日に、えー、日の用心をプレゼントしようということで敬、うん、老の日に日の用心の贈り物っていう言葉をキャッチフレーズに、うんーえー、身近な高齢者の方に住宅用防災機器というものを送りましょうということを広く市民に呼びかけています。なるほどいいですね。敬老の日に日の用心の贈り物。はい、あ素晴らしいキャッチフレーズ。<laughs> <laughs> なんかそのもらう方もあすごい心配してくれてるんだなって多分嬉しいんじゃないですかね。ねはい、あ、それはいいキャンペーンですね。はい。はい、えー。やっぱり高齢者が心配ということで、じゃあこのなんですか送り日の用事の贈り物っていうと具体的にはどんな感じですか、はいえー。住宅用防災機器って言うんですけれども、まあおえ大、ー、体メインで言うのが住宅用消火器だったり。はい えー、防衛製品というものだったり、うん、あと一番大きいもので、えー、住宅用火災警報器っていう機械があります、はいうん、住宅用消火器というものは、えー、メンテナンスフリー特にあの点検とか定期的な点検を必要としない住宅用の消火器であ赤,い赤いやつのお家に置く版、うん、あれよりも取り扱いが簡単になってます<ー>でスプレータイプのものだったり、はい、そういった簡単な、えー、シンプルなもの小さいんですか 大きさもまちまちもそれぞれいろんなサイズがあるんですけれどもあ,、はい、あのー、簡単な取り扱いのよりシンプルな消火器っていうのが住宅用消火器であります<ー>あと防炎品っていうのが、えー、燃えにくい素材でできたもので、はいえー、エプロンだとかあとは布団寝具関係、うんはい、そういったもの に使われているもので製品が防煙製品というものが、うんうん、カーテンも聞いたことありますそうですねカーテンもありますはいそういったのが防煙製品としてありますうん、うん、もしね出てしまった火が出てしまってもそこまでひどくならないようにそうですねすはい、はい、あの燃えにくいっていうことでこう火災の進行を遅らせるっていう効果があります、うんうん、はいじゃえー、っとそういったものを 買ってきてきププレレゼゼンントトそううですねししましょうあとはもう住宅用火災警報器、はい、これが一番 PR したいんですけれども、はいえー、火災の時に煙とか熱とかを感知して、えー、警,報警報音とかあの音声、はい、あとは光とかで火災のことを教えてくれる機会があるんですけれどもこれがとてもあの火災の早期発見には有効ということでこれは広く普及してい,くうしているものです。 自分で匂いで感じたり熱で感じたりするより天井についている機械この機械がもう平成23年からすべての住宅につけないといけないという義務になってまして、はいうん、でそれで今、えー、消防本部でもお普及啓発に努めているんですけれども宜野湾市がまだ設置率が70%ぐらいしかなくて<ー>、うん、まだ3割のうちには未設置の状態。 っていう状況です皆さんのお家はどうでしょうかねついてるかこの機会にぜひ天井を見たらいいですか天井か壁の高い位置に拳台ぐらいのボタンみたいな機械がこんな感じの,のがあると思う,う、はい、色は白っぽい色は白っぽいものが多いですね、うん、はい。はい、ぜひ確認お願いしますね、えー、結構義務付けられてから結構経ちますね、はい、7年結構経ちます七年、うんうん でまあ、すでに設置されている方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、もう7年せ義務になってからたってこの機械の電池の寿命が大体10年ぐらいと言われているんですよ。なのでやがて、えー、最初の本に取り付けた方は電池の寿命が来るのかなというのもありますし、はい、月に1回程度はあの試験ボタンが絶対機械には備わっているので、はいはい、その試験をボタンを押したり。 紐がついたら、紐引っ張ったりとかして、メンテナンスというか、作動確認をしてもらいたいです。月に一回やった方がいい。月に一回ぐらいはやってもらいたいですね。いざという時にね。故障してたら。あ、そうなんですね。じゃ、一応あるかどうかの確認と動作確認。動作確認。ぜひお願いします。ええ、これ、もしなったら。 火事に気づいたらどんな音がなるんですか。はい、それによるんですか、ね、警報音でこうピーピーピー,ピーってあの鳴る場合もありますし、はい、もう機械によっては火事です、火事ですって音声で知らせてくれる場合もあります。うんうんうん、じゃあそれが鳴った時はどうしたらいいですか。もう火事、えー、警報器が鳴った時はまずあの、えー、身の安全を確保してもらって。はいえー 火の,元火の元っていうんですかねこのあどこから火が出ている,るのかっていうのを確認してもらって、うん、まだ自分で消火できそうだなっていう風なまだ初期の火災だったら、うんはい、先ほどお話しした住宅用消火器などを使って初期消火を試みてください、うんうん、でもしあの初期消火ができなかったとか、えー、見た時にはもうすでに大きな火になってたってなったらもうすぐ逃げて消防に通報してください。 そこど、なんか、ちょっと迷いますね。どのぐらい、あの警報器はどれぐらいで察知するんですか。警報器はちっちゃい炎でも、煙を感知するものだったら、あ<ー>まあ、煙がすぐ上がってくるんで、だいぶ早く。え知はします。まだ火がちっちゃくても、感知はします。じゃ、じゃあちょっと天ぷらでやりすぎたら、ちょっと煙出る時あるんですけど、それを。そういうのでも、感知してしまう場合もあります。あの、誤報で。 なっちゃう場合もあるんですけれども、そういう場合はあの台所とかは煙を感知するやつじゃなくて、うん、あの火の熱を感知するやつとかを使ってもらえれば、<ー>誤報はまあ抑えられるかなっていう感じがします。これって部屋ごとに設置した方がいいですか。えっとですね、設置しないといけないのは寝室まず一番大事なのは寝室。はいうん、それと、えー、ちょっと難しいんですけれども、寝室がある階が二階以上にあるんだったら、はい、その階の階段 ううん、あとはもうあの義務ではないんですけれども設置してもらいたいのは台所ですね、もちろん火を使うあでも台所をってたら一応自分で気づきそうだからやっぱ寝室寝てる時とかが、ねねはい、心配ですもんね寝てる時の逃げ遅れを防ぎましょうっていうのが目的のの機会になりますなるほどじゃあこの、ね、経路の日も近いということでぜひね確認してない場合はね火災警報器を。 プレゼントしたらいいですね。はい、ぜひ購入していただきたいと思います。はいはいえー、あ、これどこで売ってるんですかね。えっとですね、購入は、えー、電気店とか、えー、量販店に行っていただければ、えー、購入はできると思います。ギノワ市だと、えー、とこのキャンペーン期間中、まああとは一年通してあの協力店舗っていうのを、えー、お願いしてまして。 えー、エディオン大山シティ店さん、はいえー、あとはサンシー宜野湾店さんあとはベスト電機長田店さんこの3店舗には協力依頼お願いしてて、うんえー、専用のブースというか専用のコーナーを設けてもらってます、はい、なので行って、えー、店員さんに聞いていただいたりしたらすぐあの案内してくれると思いますじゃあ電気屋さんに行ったらいいんですねはい,はいでじゃあ,まあこれはご家族の方とかがねぜひ。 高齢者にプレゼントしていただけたらいいかなと、はい、その最初にあの救急のなんかフェスターがあったかあのはしご車とかさっきね教えてもらいましたけど、はい、そこでも何かされそそうでですねそこでも、えー、と予防科も、えー、救急消防フェアに参加して、はいえー、来場された方体験を待っている間の方とか来場された方に。えー チラシをと,あとポケットティッシュ、はい、あの火災予防のポケットティッシュをお配りして、うん、住宅用火災警報器の普及啓発は行いました9月1日から9月21日この住宅防火防災キャンペーンということで、えー、今ね、ね呼びかけておられますけれども、はい、住宅用火災警報器、ね、皆さんお家ありますでしょうか。 はい、で何か今年は、毎年されてますけれども、に今年はですねすえと、今までにはなかったものとしては、えー、宜野湾市の23自治会の自治会長が集まる会があるんですけれども、はい、そこで共同購入っていうものを実施しておりまして、んえーまあ、みんなでたくさんいっぺんに買って。はいえー 単価を安く購入できるようにっていう活動を自治会長会はされてましてそれで購入したはいいものの高齢のとかであのなかなか天井とか壁とかの高い位置に設置が難しいっていう方には消防からも支援として取り付けの支援を行ってますこれでも義務付けられてるんだったら買わなくてももらえたらいいのにってなかなかそこまでまだ。<laughs> 金額的にはいろいろあるんですか。金額的にはもちろんもうピンから切りまでというかうあのものによってまちまちなんですけれども大体平均すると一個三千円ぐらいのものが多いと思います。で,すね、でも共同購入で少し安くなるんだとかね。はい、安く購入購入できてるみたいです。いいですね。えー、そして。 自分で設置できないという方も結構いらっしゃると思うのでそのときにそうですね今回に関しては購入のときに、えー、設置の取り付け希望者を募りまして、うん、でそれで事前にあの分かっている、えー、希望者に対して消防がお伺いして設置すするっていう形になってます、うん、でもこの自治会の会長会でそういうふうに決まったらこう。なんか ね、地,地元の地域の人とこう連携がしやすいと思うのでとてもいいですよ、ねそうですね、自治会ともいろいろとこう顔も何回も合わせてあの、うん、いいつながりができているかなというのは感じ,ますへじゃあ、えー、と消防署の方が設置してくださるそうですね<ー>、はい、事前に希望いただいた方に今回はちょっと限定になっちゃうんですけれども。そっかもう 購入の申し込みはは終終わわっっててます。今回、はい、ただ、えー、今回1回だけではなくて、はい、年明けぐらいにも予定しているっていうのは私たちも聞いておりますので、はい、またあの機会があればぜひ自治会長さんだったり自治会の方に行っていただいて共同購入のことを聞いてみてもらえるといいのかなという感じは。 えじゃあ結構いろんなところに設置に行かれてるんですか。えーっとですね、今日も午後から設置に行ってまいります。うん、はい, <laughs> いや。消防の方がやってくれたら安心ですよね。そうですね。ちゃんといろいろ細かい基準がまたあってどういう場所につけないといけないっていうのが<ー>やっぱりわからないと効果を発揮できない機会になっちゃうんであ,<ー>あのー、そういったのもしっかりと。 ちゃんと見て、消防が設置しますので。いいですね。もし自分でやるんだったら、説明書見ながら、ね。説明書見ながら。はい。<ー>そんなに難しい。作業でもないんですけど。安心ですよね。よりね。そうですね。じゃあ、もしね、購入された方で、あの。依頼されたい方は、自治会長さんに言ったらいいですか。そうですね。はい。それれ言っていただければ大丈夫です。はい。ええー。じゃあ。 そうですね本当はその警報機が鳴らない状態がいいですけれども、まあ、いち早く察知して、ね、逃げれるようにってい,ういざというと時に備えてじゃあまだ3割の方は宜野湾市ではついていないというそうですね、はい、調査がありますので、はいはい、はこれってでもどうやって調査。 アンケートですか。これはいええー、と消防の職員、はい、まあ私私たち予防課職員も含めて、はいえー、現場の職員が個別訪問させていただいてます。<ー>この<ー>、えー、防火防災キャンペーンの期間中にも消防の職員があの調査のために、はい、あのー。 お宅を訪問することがあるとは思うんですけれども、はい、その時はぜひ協力をしていただけると助かります。うん、あの今日も制服で来ていただいてますけども、はい、制服でもちろんはい、制服で<っ>えっと訪問はするんですけれども、うん、中にはあの悪質な訪問販売もいますので、うん、それにはちょっとぜひ注意していただきたいなっていうのを思ってます。はい、消防が販売はすることは絶対にないです。調査は<ー>はいしますけれども、えー、っとどうですか、購入しませんかっていうことは必ず、はい、絶対にしませんので。 それだけはちょっと住民の方には気をつけていただきたいなと思います。なるほど。えっ、ー、と、け、警報器がついているかどうか確認するだけで、だけです。はい。警報器を買ってくださいとは言わない,絶対言わないです。はい。なるほど、はあはい。その辺は気をつけていただいて、あとはまあちょっと調査にはご協力いただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。いはい。わ、はい、かりました。これはもうこの期間だけですかね。とこの期間。 だ、けというわけではないんですけれどもあ<ー>まあこの期間はあの重点的にあの現場の隊員だったり私たちの方も重点的に調査はしていきたいなと思ってます、はいえー、今は、ね、ちょっと台風だったりして雨が多いのでちょっとまあ火事落ち着いているのかなってありますけれどもやっぱり、ね、これから。 の時期乾燥していくと思いますのでやっぱり気をつけたいですよねそうですね<ー>気をつけていただきたいですちなみに火事の原因って何が多いんですかはい、えー。火事の原因は去年の宜野湾市のお話になっちゃうんですけれども、はい、去年の宜野湾市では放火と放火の疑いっていうのが1位でした、うんうん、2>, 2位はタバコで3位がコンロ、うん、この3つになりますうん。身近なものですけれどもちょっと放 かっていうのはちょっと怖いですね。怖いですね。はい、これはもうまた防犯というかね。そっちとも話にもなってきますけれども、はい、んでくるお話になりますね。一応家の周りをこう燃えない。<laughs> 燃えそうなものを片付けるとか,か、ね。綺麗、ねはい、にしていただいて、うん、まあ放火されにくい、されないというか、されにくい環境をぜひ。あの、住人の方にも気をつけて、心がけていただきたいなとは思います。うんうんうん。で、あ,あと、タバコはね、もう。うん だだっっったたたりり不始末だったりそういいのが多いですねやはり最近ちょっと火じゃないタバコもありますけど、ね、そうですね、うん、電子タバコも多く出てきてはいるんですけど、うん、あれもまたあのバッテリーが火災の原因にはなりますので、うん、あの火を使わないタバコだから っ安心はしないで、うんうん、あれもあのとても熱を持つ機械なので、充電器がめちゃくちゃ熱くなっている時とかって、はい、やっぱり危ないです。そうですね。そういう時は充電は僕もあの電気関係のプロではないので何とも言えないんですけれども、はい、そういう場合にはもう充電は一回やめていただいて、うん、ちょっとあの様子を見るとか、うん、そういったのはした方がいいと思います。この火災になるとしたらこのコンセントのところから火が出るとかですか？うん それもありますし、充電しているバッテリーが破裂して、あの、それ自体が燃えるっていうことも。あの、過去に確認されています。あ、じゃ、そういうのも注意していただきたいと思います。あとは料理ですよね。そうですね。コンロ調理中に。やっぱり、あの、油鍋かけ忘れ、あの、火にかけて、そのまま忘れちゃった。そういったので、火が上がるっていうのは、やっぱり多いですね。 今日はね敬老の日に合わせて敬老の日に火の用心の贈り物というキャッチフレーズでねあのー、ぜひこの防火防,防災用具のいろいろ機器がありますのでそれをプレゼントされてみてはいかがでしょうかというご案内でしたはいいありがとうございました。 ライフサポートラジオ安心安全な生活を送るために FM 技能湾より田辺由紀そして今回は技能湾市消防本部予防課指導係の田中さんに来ていただきましたありがとうございました,ざい,ましたいざという時に行動できるように備えましょうそれではまた来週この時間にお会いしましょう大丈夫でした <laughs>